ついに最初の表紙で出てきたぞ。俺のホッケフト。作ったとこジミーが歩いてる。ちょっと嬉しい。あ、しかもちょっと横断歩道を渡っている。いいね。そのまま上行ったらね、左行ってほしい。ジミー。あれなんか本みたいなの落ちない？え？何あの本？あんな置いた覚えないぞ。どうもー。CJさんどうもー。皆さん、こんにちは。ただいまのホッケフトの時刻は2020年5月22日。はい、どうもー。この間のままのスイカ男でーす。今日はですね、何も考えてないんですけども、とりあえず集まりをつけました。今日は特にやること決めてないんですけど、あ、待って、ここまで埋まってるんだ。結構前回やったな。木も生えてる。みんな木生えたよ。周りに、リスポーンの周りに木が生えた。でもこれなんかすごいね、違和感がある。全部灰色だからかな。ちょっとここら辺茶色とかの方が見やすいかな。ちょっと後でいろいろ改良してみますか。俺気になったのは最初の部分で本が落ちてたんですよ。これ。何これ？落とし物？何これ？誰かは、忘れてる。誰のだろう？落とし物落とした住人がいるってことか。探してみるか。ジミーな気がするけどね、ここ歩いてたから。ジミーちゃんだと思うんだけど、ジミーちゃん、じゃなかったら誰なんだろうな。うちにそんな住民いたっけ？勤勉なやついたっけな？え？誰？え、誰？ちょっと待って、誰？万太郎？誰？お前。待って。誰だ？おいらはピーター・ラビットから引っ越してきた。筋肉命の万太郎。また？マジかよ。万太郎かよ。しかも名前がちょっと卑猥だな、万太郎。万太郎か。これ万太郎の家？ドミグラか、これ。ちなみにこのドミグラもさ、引っ越してきたんですよ。勝手に来たんだよ。追い出されてきたんだろうな、きっと。これ誰？これ家がわかんねえ、もう。とりあえず落とし物探しますか。あ、これか、万太郎の家。レイコさん落とし物。違うね。違うね。レイコちゃんじゃないね。じゃあ、やっぱジミーだな。そこアリスかな。一応アイリスにもかけてみるか。おい、アイリスよ。あ！もしかしてアイリスの？はい。はい、これ。本。アイリス本見るのか？はいよ。これはうちのシミじゃない？違う人か。キュンノスケ？勘だけどって。あー、これ。うん。ちょっと、チュンヌスキに会いに行こう。確かに家の近くだな。落とすとしたらチュンヌスキか。わあ、公園の砂場みたいになってる。てか、公園だ、これ。こんな家住んでたんだね。チュンヌスキ、落とし物。なんか話すの久しぶりだな。でも、オイラ、お前のこと、チラチラ見かけた気がするんだよな。さては、オイラの目を盗んで、筋トレサボってたんじゃない？筋トレ？お前も万太郎みたいなこと言うな。めっちゃ怒っとるやん。落とし物さ、渡したいんだけど。あ、はい。どうぞ。君の落とし物かなと思って、持ってきました。俊之介。最近見かけなくなってきた、オイラのトレーニングブックだったんだ。あ、お礼くれるって。ちょっとこれ求めてたんでね。見返り。服？ワークエプロン？しかも使い古しかよ。お前使ってたやつやん。似合う？ちょっとだけ今日何するか考えたんですけど、今持ってるアイテム、雑貨とか多分足りないから、今日はなんか色々作ってみようかなって。DIY で色々作って、この島に必要なもの？ってのを探していこうかなと思います。お花好きなの？そうでもないか。ただ見てただけか。色が一緒だから好きなのかなと思っちゃった。ちょっと作っていきましょう。何かを作る。何が作れるかな？作れるの一回見ていこう。まあ、ベッドとか作れるだろうけど、外で置くものがいいよね。ハリボテの草とかもいいかもね。
草として使えるかも。あ、でも普通に盆栽置いた方がいいか。洋風土柵ってのが作れるわ。これ作れそう。お、すげえ！これ作ろう、洋風の柵。これいい感じじゃない？洋風の柵、これで1個なのか。おお！見て、ロボットを作れるようになった。ロボット。ロボット作ろう。おお、いっぱい使ってる。いろんなもん使ったな。やったー、ロボットできた。ちょっと待って、今日はロボットを使って、なんか作りたいな。リスポン置くか？新しいリスポン作っておくか？ロボット。ヒーローロボすごいな。でかーい！あー、ビームだー！これ逆向きだな。後ろ向きだったな。今日はいいですな。ちょっと柵をね、洋風な柵をゲットしたから、これ使えるかもしれない。ちょっとつけてみていいですか？ロボットも立てたいんだけど、まず柵から行こう。あ、いい。待って、でもね、場所が悪いから、今の柵はいい感じだ。住人の柵にしようかな。これ良くない？あ、でもこれ、中之助の家だっけ？鳥かごみたいになっちゃうかもしれない。鳥かごみたい。あ、家の前は無理なんだ。さすがに家の前は置けないんだ。そうだよ、出れなくなっちゃうもんな。これいいんじゃないですか？どうも、長い時間かけて街づくりしてきました。多分ほとんどカットしてるんですけども、ほぼ無言で黙々と約1時間近く、あ、何分かもわかんないや、もう何分かわかんないんですけど、ちょっと見せていきましょう。見て。もうとりあえず見て。最初何もなかったのがこうなりました。ちょっと時間も進めたんですけど、あの家とかを配置しました。で、一応この盆栽も配置して、で、住民の家を近くしたの。ほとんど。そしたらね、この子たちみんなね、仲良くなった。集まってるんだよね。で、この島緑がないからちょっと寂しくなっちゃうんですけど、サッチの前何やってんだ？サッチどこ行こうとしてんだこれ。誰の家だ？サッチ。あ、サッチ自分の家じゃん。帰らないの？まあ、でもこういう感じで、あの、後ろの柵もね、ちゃんとつけて。やりました。結構頑張りました。結構頑張ったんですけど、もうほんと眠くて、うとうとしながらやってたんで、なんか、全然喋れずに、もうこそこそやってました。あ、ここちょっとできてない。ここ今度埋めとこう。はい、まあ、そんな感じで今日は、有意義な時間でしたね。みんなは冒頭しか見てないけど、こんな感じです。なんか喋ってる。仲良くなってる。これは亀の家。キーンって出てよ。ほら。あられちゃんみたいになってる。キーンって。こっち来た！ねえ、クララ、どうして立てないの？一人で立てないの足のせいにして、足はもう治ってるわ。クララの甘えん坊。怖がり、育児なし。私もう知らない。ハイジ。なに、クララ。え？クララ？クララが立ったわ。